廿日市市によりますと、施設が計画されているのは山陽自動車道と西広島バイパスの間に広がる戸田地区の丘陵地帯です。およそ15ヘクタールの観光交流エリアに三重県に本社を置き、商業リゾート施設ビソンなどを運営するアクアイグニスが進出します。施設はホテルや温浴施設、レストランなど8つのエリアで構成され、市では宮島を訪れる観光客の回遊にも期待しています。ご紹介をさせて、この三重での事例をですね、さらにブラッシュアップして、さらに、広島の企業さんたちと連携してですね、素晴らしい施設を作っていきたいなと。これまでの観光であったり産業であったり、また交通、こういったものの大きな流れを変えていきたい、持続可能性を高めることにも貢献していきたいというふうに思っております。施設は2027年に着工し、2029年の開業を目指すということです。